はい、どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。スプラトゥーン2やっていきましょう。おしゃれ縄張り。さあ、今回の学校はこちらです。まあ、結構前というかの回にレトロで撮影した回があったと思うんですけど、今回はね、まあ言語も変わりましたし、僕のイメージにはなっちゃうんですけど、昭和というあえて時代をね、逆行する感じの昭和スタイルで行こうと思います。まあ本当はね、べっこうメガネかけたかったんですけど、多分レトロの時にやったんじゃないかと思ったんで、今回は丸メガネにしました。で、あとはなんかこういうベストを着てるような服だったり、この靴もなんとなくそれっぽいかなっていうイメージにしました。で、武器はまあいいか、後で見ましょう。ノーチラス47っていう、ちょっとこう、なんだろう、たらいじゃないけどお鍋みたいな感じのスピナーです。なんかポンポン線かポンポン船、あれがなんかモチーフになってるらしいです。結構なんか昭和の感じがしたんで、それを使いたかったんでね。というわけで行きましょう。バトルまでカット。さあ行きましょう。ショッツル鉱山、周りはみんな僕よりランクが上です。まあ、皆さんにね、支えてもらう形で行きましょう。スクイックリング、ベータが2人います。よし、行きましょう。さあ、お願いしますよ皆さん。あ、もちろんね、僕も頑張っています。センサーだから、それこそサポート向きかな。 OK、 おい、いないか。何してんだ最悪。それはないって、それはないよ。スキル狙いがいるな、普通に。まあ違うとこからちょっと行きますか。よいしょ。こうやってね、まあ塗りを広げていくゲーム。リスキルしてるなら、その間に他のところをしてるじゃない、されてるなら他のところを塗ればいいだけですよ。よいしょ。ノーチラスってどういう武器なんだろうね。で、インクはまざす。前々回かの時もね、コメントで塗りで勝てばいいんですって言われたんで、オッケー、ナイス。よし、行こう。ほら、あー、くそ、やられちった。もうちょっとあれかな、突っ込んでから発動してもよかったな。本当にリスキルだな、みんな。そんなことすると撃つよ。地図はどんな感じ？あー、なるほどね。おー、雨降らし。うわー、いたよー。あれは狙ってたね。やばい、いるいる。やばい、あー、くそ。本当リスキルだな、マジで。その間、まあ他のところ塗るもん。結構塗ってるとこ塗っちゃったかな、最後。いやー、全然後ろ塗ってないじゃん。後ろ塗ってからこっち来ようぜ。37% だもん。明らかに最初からリスキルしに来てますよね、あいつら。許しませんからね。そら、ランクの差がね、星7いるもんな。お、ランクアップした。よし。まあいいや。次行きましょう。さあ、2戦目は縁側河川敷。
撮ってる最中にスケジュール更新されました。というわけで行きましょう。まあ、さっきはね、結構ボコボコにっていうか、リスキルされたんで、まあ、リスキルしなくてもね、塗りで勝つゲームなんで、いいですか？縄張りバトルは塗りで勝つゲームなんですよ。相手を倒すゲームじゃないんですよ。皆さん分かってくださいね。さあ行きましょう。よいしょ。はい。これあれだな、初めてのお使いに行ける BGM だな。やばい。そうだよね。アーマー使えば、アーマーじゃないわ、リンク、じゃない、なんだっけ、イカスフィア使えばよかったかな。いやー、また負けんのかこれ。ここから塗りに行けねえかな。よいしょ。よし、いいよ。塗れば勝ちだ。さあインクを回復して、あーでもピンチか。ほら、オッケー。おーっ、いやー来た。ほら、あーくそー。まあ潜伏してたんだろうなと思ってたんですけど、もうやめよやめよ、リスキルやめよ。なんか圧倒的に戦力差ないかこれ。振り分け大丈夫チーム。私久しぶりにスプレーやるんですけど、そしてノーチラスなんで使ったことない武器なんですけど、ちょっと結局今のところイカスフィアの1キルしかできてないんだよ。あんまり塗り特化の武器じゃないのか。そんなこともないか。僕がまあ単に扱い慣れてないで、これだけかな。あ、そういけないか。オラッ、オッケー、オラッシュ。よしよしよし。まあ負けはしたでしょうけど、まあ問題ないかな。自分の役割は割と果たせたと思うんで。そしてリスキルがまたいるよ。立ち悪いな、ほんと。やめよ、そういうの。いやー、連敗か。しかもどっちも割とね、なんだろう、ボロ負けって感じが。え、でも、こっちあれじゃん。星78の人いるの。頼むよ、お願いしますよ。じゃあ次こそ勝ちましょう。3戦目いきます。さあ3戦目も縁側河川敷、今度こそ勝ちましょう。負け方がな、良くないよな。圧倒的だもんな、どっちも。基本的に押されまくってる流れの中で最後にまあ、ギリギリ抵抗できるかも。初戦はもう本当に押されまくってたけど、向こうがあんまり塗りを重視してなくて、でこっちが塗りに徹したおかげでパーセント的にはそこまで開きがなかったっていうぐらいの感覚なんですよね。よし、じゃあちょっといっか。いるよ。つっつっちゃいいよね。まあ、いざとなったらイカスピアを使える準備をしておきましょう。おっと、いるね。しゃあ、
おっつ危ない。いやちょっと待って、こういう時はこうしよう。いるいる、そこじゃない。あーバレたか。あの人だよね、さっきの星78の人。今度敵かよ。まああの人多分あれだな、キルすることぐらいしか考えてなさそうな人なんで、さっきもあんまり濡れてなかった人なんで、まあ、逆にねそれが敵にいるということは、あの人の注意を引きつけさえすれば塗りの面では勝利に貢献できるっていうことじゃないでしょうか。うん、いないね、 OK。 やばい、いやーくそー。ああてかチャージャーの OK、 ナイス。よーし、はい、オッケー、いいよ、ナイスナイス。集中しちゃった今の。さあ塗っていこう塗っていこう。おっといるね。よいしょ、やばい、ほら、何？そっちに逃げたか。やばい。よいしょー、危ねえ。あそこで倒されないっていうのは結構でかいんじゃないでしょうか。割と敵陣まで乗り込んだけど。乗り込んだ。でいいんだよね。オッケー、危ねえ。最後だけようやく勝ったよ。いや、3連敗は嫌ですからね、やっぱり。オッケー。あ、一人落ちてたんか。いや、それでも1位の人すげえな。1100ポイント塗ってる。さすが。ありがとうございます。というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回もまたやるかもしれません。以上、ミスキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。